どうもシャヌでーす。はい、ザスパ草津群馬の、先進席入れ替わりに関して語るやつやっていきたいと思います。まあオフシーズンの暇なんでその辺をねちょっとね、動画としてできていければなと思うんですけど、はい、まあそれでね1日に、まあ、1人でも出たらやろうと思ったんですけど、今週ちょっとネットがいろいろあって使えなくてパソコンで録音作業ができなかったんで、まあちょっと、まあ、今週に関してはまとめて、まあ次からは、まあ一人ずつでも、まあその日に出たら、その日に上げていこうかなと思ってます。はい。まあ今週というかは、まあ17日金曜日現在、だよね。17の金曜日現在、夜でもう出てる、3名の選手に関して、ちょっと、まあ、思いっていうか、まあ、いろいろ語っていければなと思います。はい。よろしくお願いします。行って行ってみましょう。まず一人目。畑さんですね。まあ、今季は先発24、途中出場8試合、ゴール4のアシスト0っていうところですね。はい。何気になんかキャリア入っているところで、なんかもっと出てるんかなと思っていろいろ調べてみたんですけど、まあ、試合数がそんな多くないみたいでね。まあ、それならちょっと納得かなと思いながら、はい。見てました。はい。まあ、1番に来る人なんだと思って。ちょっと複雑な思いはいろいろあるかなっていう方が多いかなと思うんですけど、うん。まあ一番最初に出した理由としては、個人的になんですけど、まあ去年もそうだったんですけど、高台さん、去年の一番高台さんだったんですけど、それが感謝祭の前、まあ来週の日曜日、25?6? に行われる感謝祭の前になんかそういう功労者、功績者を出そうみたいな感じがなんかザスパであるので、まあお別れ言いたい人はどうぞみたいな感じのなんか、まあ広報とかその辺の、まあ儚い、うん、まあ気配りみたいな感じのものがあるんじゃないかなって感じです。はい。まあ契約満了って言ってもまあちょっと仕方ないかなっていう部分はあります。まあ23試合連続で出てて、まあ藤枝戦、まあ途中で1試合出たっていう感じで、まあ23試合連続出てた中で、その後まあ怪我か何か分かんないですけど、まあちょっと離脱しちゃった中で白輪が出てきて、まあ白輪がそこのチャンスをうまく拾ったっていう感じの言い方が一番正しいと思います。畑さんがどうこうっていうよりかは、うん、そんな悪いパフォーマンスじゃなかったと思いますし、うん、まあ変える理由が特になかったかなって感じです。はい。それでこそ白輪が良い状態で畑さんに変えたところで失点が増えたら、それこそなんで白輪を変えたんだって話になってきますし、うん、まあ、そこは大杉さんとしてはいろいろ悩み、いい悩みの種だったと思うんですけど、まあ結果的に、まあ、言い方がってるか分かんないですけど、まあ、白輪がチャンスをつかんで畑さんを落としたっていう感じになるのかなって感じです。はい。まあ、それで、うん、あとはちょっと年俸がネックだったりするのかな、うん、あとはそれで白輪と酒井のディフェンスラインがある程度計算できてできるようになったっていう話になってくるのかなと思います。まあ少なから多分白輪酒井よりかも畑さんの方が高いと思うので、まあそこはうまく切ってって言い方も失礼だね、うん、うん、それで難しいね言い方ねまあそれでまあ年俸を他のとこに回すっていう感じになるのかなと思います。はい。まあとはいっても、ここ数、3年間に関しては本当にザスパの守備の土台をうまく作ってくれた選手で、まあ感謝しかないですし、まあその辺のキャプテンシーを、まあ酒井やら白輪やらが引き継いでくれると思います。はい。まあセットプレーに関しても、まあ白輪とか酒井は、まあ思うように点は取れなかったと思いますけど、まあディフェンスなんてね、まあセットプレーでも取れるとありがたいのが一番ですけど、ディフェンスとしてはまず失点しないことが一番なので、はい。まあゴールしても失点をそれ以上したら意味ないですし、うん。まあ、白輪もね、だんだんと今季は最後の方はね、セットプレーで点を取れるところがありましたし、うん、中島もね、まあ、こぼれ球だったりしましたけど、3ゴール取ったりもしましたので、まあ、その辺に関しては来年個人的には期待できるところかなと思います。はい。まあ、とはいっても年齢33、34、32、33かな、うん、ぐらいかな。そこ明確じゃねえや。なんで、まあ、まあ、全然できる選手ではできる選手だと思います。ちょっと足が、いろいろ、遅かった。うん、他に比べて遅かったりっていうのがちょっとネックなぐらいで、キャプテンシーも、まあ、闘争心もありますから、まあ、拾うとか拾ってくださいって感じです。はい。他のところでも見たいですけど、J2 ではあまり見たくないですって聞いてます。ホワイト選手だと思います。はい。まあ、とりあえず、畑さん3年間ありがとうございました。次のステージの、での活躍、飛躍
飛躍を祈っておりますってところで、はい。まあ、長いね、これ。で、次、山ちゃん。まあ、個人的にはもうちょっと見たい選手だったかなと思いますけど、今季に関しては本当に、くしびき、石井が、もう本当に一番勝んなかったんで、まあ仕方ないってところかなって感じです。畑さんと次の高木に関して言うと契約満了って書いてあったんですけど、山ちゃんに関しては対談っていうところで契約満了とか書いてなかったんで、まあ、普通に考えれば自分から切ったって言い方ができるのかなって感じです。はい。まあ、コブとかでいくら有名になろうが、まあ名を知られようが、まあプロ以上は試合に出て、まあ活躍したいっていうのが一番でしょうから、まあその辺の思いが、まあ尊重されたのかなって感じです。個人的にはまだまだこれからっていう選手で、まあ期限次移籍とかで出すのかなと思ったんですけど、まあ、ね、さっきも言いましたけど、まあ自分から対談を申し入れたなら、それを、尊重したいですし、仮に強化部が、まあ言い方を柔らかくして、まあ、契約満了だけど言い方を柔らかくして対談という形にしたならば、まあ、それもそれでしょうがないのかなと思います。実力的には。まあでも、まあ、まだまだ若い選手ではあるので、まだまだやっていけると思いますので。どこに行くんだろうな。沼津のアンダー世代だね。浦和はちょっと厳しいんですよ。沼津とかはどうなのかなと思いながら。まあ、この選手がベンチにいるとかいないだけでだいぶ違いますしね。コブとかで勇気、まあ目に見えないものは大切だと思いますし。まあその辺に関してはみんながもう、あれだね、同期の白輪とか、まあ高橋理也とか引き継いでくれてると思うので、まあその辺は、今後には、その二人とかに期待したいかなって感じです。まあ、ユリアは盛り上げるようなタイプじゃないと思うけどね。はい。まあ、何かともあれ、本当に去年、今年は必要ありませんでしたけど、まあ、去年は本当にキーパーが体調不良、まあ、コンディション不良の中で、ベルギー戦だったかな、秋田戦だったかわかんないけど、まあ、初出場、まあ、いい初出場ではなかったと思いますけど、まあ、チームを救ってくれた、まあ、チームとして、まあ、健康の、健体調管理をしっかりしてくれた、まあ、それも YouTube 見ればわかると思います、奥の人は。まあそこに関しては本当にありがたいなと思ってますし。まあ、今季は本当にくしびき石が揺るがなかったってところで仕方ないところだなと思います。はい。まあ本当に契約満了か自分から申し出たか、まあその辺わかりませんけど、ともあれ、まあ次のステージ、まあ畑さんと同じく、まあ畑さん以上にね、まだまだ若い選手であるので、次でのね、チームでの活躍をきっと拾ってくれる人がいると思いますんで、個人的には期待したいところかなと思います。はい。3年間、まず本当にありがとうございました。はい。次続いて、高木明人。先発6の、途中出場7。もうちょっと出てるかなと思ったんですけど、まあ、ベンチ入りだけで出てない試合がちょっと多かったかなって感じです。はい。まあ、ゴール、アシストがともに今季は0っていうところですね。はい。高木選手もまあ、3年間っていうところでね。まあちょっと怪我に悩まされ、群馬じゃ怪我に悩まされたかなっていうシーズンだったかな、3年間だったかなって個人的には思います。まあフォワードとしても、まあ13試合出たなら1得点、2得点ぐらい欲しいかなってところで、まあそれで点もアシストも取れない、まあ時間も限られた中でしたけど、まあちょっと残念だなって感じです。去年もね、なんかいい調子になってきて、動きもかなり良くなってきたなっていうのが多分いろんな人から見てわかる中で、その中でまた大怪我をしてしまった中で、まあ、ちょっと残念なところではあるんですけど、ちょっと言うのは難しいな。運動量はかなり豊富だと思うんですけど、まあ、結果見れば仕方ないのかなって感じで、21年も22年もフォワードで1得点1得点っていうところでね、まあ、フォワードとしては厳しい結果になってしまったので、もっとゴールを見たかったっていうところでは本音でありますけど、まあ、しょうがないところかなと思います。はい。うちにとっては得点力不足が課題なので、まあその辺の救世主になれればよかったですけど、まあそれがなれなかったってところで、結果的にはこうなってしまいましたけど、まあ運動量多分合うチームは、秋田もまだまだ若いよね。ガンバのアンダー世代出てて、いくつだ ?97 年生まれ ?25?6?26 か、今年で。そんぐらい。なんで、まあ、J3 になっちゃうのかな、どうなんだろう。J2 じゃちょっと俺的には厳しいかなと思うんですけど、まあ、その俺とかさっそばを見返して、まあ頑張ってくれることを個人的には祈ってます。はい。本当にありがとうございました。本当に。運動量、素晴らしい運動量を見せてくれましたね。はい。まあ、てことで今回こんな感じです。はい。今回、つかオフシーズンに上がるのはこんな感じです。はい。まあ、プレイリストが多分23人に入ってますけど、まあ、新加入とかの選手とか、契約更新の選手とかは、24シーズンのプレイリストにぶっ込もうかなと思ってます。はい。
あとはこんな感じかな。まあ最初にも言いましたけど、まあこれからはまあその日その日に上げていければなと思います。一人だろうが二人だろうが、はい、まとめていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。まあよかったらチャンネル登録高評価、まあザチパのこと、まああと後に23シーズンの振り返りの動画もちょっと上げていければなと思うんで、まあよかったら見て、そちらも見てください。チェックお願いします。はい、ってことでお疲れ様でした。よかったらチャンネル2回目だ。喋りが下手すぎる。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあのー。